学生少女は、杉光による日本のライトノベル。イラストは、岸田メルによる、電撃文庫より2012年5月に刊行された。音楽関係者の両親を持つ、主人公、ユキは、高校2年生の夏休み、嵐の日の図書室に現れたメフィストフェレスと名乗る、女悪魔によって19世紀初頭のヨーロッパへと連れ去られてしまう。ユキは、 悪魔と契約を交わしたという文豪を、ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテの新しい体として連れて来られたという。メフィストフェレスに日本人としての本名すら奪われてしまったユキは大作家・ゲーテとして生活を送る傍ら、なんとか現代に本に戻る方法を探すが、その途上で一人の少女と出会う。その少女の名は、 ルドビカファン・ベートーベン。あまねく知られる、天才音楽家と同盟であった。本作で描かれる19世紀初頭のヨーロッパは、電話や列車、飛行船や戦車など、本来この時代には存在しなかったはずであるものが、存在しているなど、時代交渉をすると文明が進みすぎている。だがメフィストフェレスによると、ここは別世界であるというわけではなく、 同じ歴史の流れの中の主流の一つであるようである。また、ゲーテやベートーベンをはじめ、シラーやナポレオンなど、この時代に生きた皇帝や、文豪や、音楽家が多数登場するが、この作品内で登場する、著名人は、歴史的事実とは異なる性質を帯びていたり、性格などが、著者の独自設定で決められているものが多い。カプコンのオンラインシミュレーション RPG、100年。 戦機ユーロヒストリアと電撃文庫がコラボレーションキャンペーンを行い、その第5弾として2014年5月8日から5月22日にかけてイベントクエスト、傭兵のソナタが開催され、ルドビカファンベートーベンが作中に登場し、イベントクエストをクリアすると、運命の公共曲や金箔のオペラなどの固有スキルを持つ英雄、機体の天才音楽カルドビカや限定支援兵、 電撃兵が入手可能。ありがとうございます。